動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人がこれからあなた様にする一大決心とはというテーマで、お相手の方はあなた様に対してどんな決心をするのか、決心を見せるのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入っていくんですが、選択肢ですね、左から ABC とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A がこちらのですね、モデレーションというカードで、適度というカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、Shine from within というカードで、内側から輝くというカードです。こちらが B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのですね、アバンダンスというカードで、豊かさというカードになります。はい、こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのモデレーションというカード、もしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様にこれからする一大決心とはというテーマで、お相手の方はあなた様に対して、これからどういうですね、決心をしていくのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方の今の心境ですねを見ていきながら、お相手の方は今あなた様のことをどう捉えていらっしゃるのか、まあどういう存在であったり、どういう人だというふうに捉えているのかということ、そして、お相手の方がこれからする、あなた様への一大決心がどういったものなのかっていうのも見ていき、今後お二人の関係はどういう方向に進んでいくのかっていうことですね、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方ですね、の今の心境というのを見ていきたいと思います。まあどういった心境でいらっしゃるのかっていうことですね。はい、こちらシャッフルして見ていきたいと思います。はい、ではですね、3枚ほど引いて、ですね、お相手の方の心境を見ていきたいと思いますので、まず1枚目からシャッフルさせていただきます。はい、ではですね、1枚目です。ワンドの4というカード、これが逆位置になりました。なるほどですね。ではちょっと2枚目も見ていきます。はい、ではですね、2枚目見ていきます。ハーミットっていうカード、忍者というカードはこれ正位置で出ました。なるほど。はい、では3枚目です。ストレングスっていうカードが出ました。力というカードですね。はい、ではですね、見ていくと、そうですね、まず出たカードの印象としては、お相手の方、まあここでちょっと何か違うことをしなくてはっていうようなですね、まあそういった、まあ心境になっているようです。今までと同じでは、まあちょっと通用しなくなってきているということで、違うことにですね、出なくてはっていうふうに思っていらっしゃるようですので、ちょっとこのあたりですね、見ていきたいと思います。はい、
ではですね、まずですね、お相手の方の今心境というところで、まずこのカードからお伝えしていくと、ワンドの4というカード、これ逆位置です。はい。で、このカードっていうのが、もともと正位置の時には安心安堵っていうことで、うん、まあ二人がこれね、まあ手をつないで、まあこう紐でも結ばれていますけれども、つながることによってこれ安心感が生まれて、だからお互い笑顔っていうことなんですけれども、そのことから安心安堵、安定した暮らしっていうことで、今までのことをこれからもね、継続していくことで安心とか安全とかね、まあ安堵が保たれていくっていうことを表します。うん。ですが、これが逆位置になると、そのね、もともと保たれていた安全とか安定とかがですね、ちょっとこう崩れてしまったということで、うん、そのことから今までと同じことではなく、何かね、違ったことをですね、を取り組むべき時っていうのを表すカードで、逆転の発想が成功をもたらすっていうことであったり、今までのやり方とかですね、取り組み方、考え方にとらわれず、ね、違う手法を取り入れるべきっていうカードになります。うん。ですから、あなた様との関係をもう一度ね、例えばお互い安心したりホッとするような状況にするためには、今までにはなかった何かをしなきゃいけないっていうふうに今考えていらっしゃるようで、じゃあ今までとは違う何かっていうのを何にしようかなっていうところを、うん、今お相手の方考えていらっしゃるようで、ハーミットっていうカードが出ました。うん。これは隠者というカードになります。隠者というのは、これ誰もいないところで光を灯し、一人で考えているっていうことから、一人でじっくりと考えるとか、一人の静かな暮らしっていうことを表すカードになります。あとは、まあ内観ということで自分と向き合うっていうね、ことを表すカードでもあるんですが、うん、だからこれをね、一人で考えていらっしゃる。だから、今、お相手の方がね、なんかこう、やたらめったら、まあちょっと一人になりたがる、傾向を見せているならば、それはあなた様からね、うん、離れる準備とかではなくてね、うん、もう一回あなた様との関係を良くするためにはどうしようかなということで、なんか一人でね、作戦を練ろうとしていらっしゃるんだと思うんですね。なんか今までと違うことをしなきゃいけないっていうことでね、まあ今までと違った関係性なのか、距離感なのか、接し方なのか、何かこうね、気持ちのバランスなのか、いろいろね、考えていらっしゃるんだと思うんだけれども、うん、それをね、今じっくりと考えなきゃっていう風なね、印象でいらっしゃるようです。うん。で、あとはここのカードですが、ストレングスっていうカードですね。これは力というカードになります。うん。力というカードですが、これはまあ筋肉的なね、物理的なまあ力、パワーとかではなくて、心の強さの方を表します。うん。ですから、まあ何かこう、心の強さが必要だなっていうところにはたどり着いているということですね。うん。自分自身がもっと、例えば精神的に強くならなきゃとかね、心を強く保たなきゃとかですね。うん。あるいは、まあ、心をね、ちゃんとコントロールできるようにならなきゃとかですね。その心の強さっていうものが鍵となってくるっていうことですね。だからどういうふうにすれば、心を強く保ちながら、まあ、安定しているようにね、安定の状態を保ちながら、あなた様と向き合えるのかなっていうね。うん、それを今考えていらっしゃる。っていうことですね。やっぱり心が乱れたり心が弱ってしまうと、いい関係っていうのは築けないから、じゃあ自分自身も心をね、強く保ちながらの、じゃああなた様との接し方、ね、距離感はどうがいいか、ね、どんな風な形でね、向き合っていくのがいいのかっていうのを今考えていらっしゃると。まあそういう心境のようですね。うん。だからまあなんか嫌だなっていうような心境ではないかなとは思いますね。うん。ではですね、次にですが、お相手の方ですね、うん、あなた様のことを今どう捉えていらっしゃるのかっていうことですね。こちらを見ていきたいと思います。どういう人だと思っていたり、どういう存在と思っていらっしゃるのかっていうことですね。はい、こちらもちょっと3枚引いて見ていきたいと思います。では1枚目です。ワンドの9っていうカードですね。ワンドの9っていうカード。これ正位置で出ました。なるほどですね。では、2枚目見ていきましょう。はい。では、2枚目です。ペンタクルの9っていうカードですね。ペンタクルの9、逆位置です。まあ、ワンドの9とペンタクルの9っていうことですけれども、うん。
はい、ですね、3枚目です。うん、Begin Now っていうカードで、今すぐに始めるっていうカードも出ましたが、うん、では見ていきますが、そうですね、出ているカードの印象としては、まあ、あなた様とは最後までやり通していきたい人っていうふうにね、うん、思っていらっしゃるようで、まあ、どういうことかと言いますと、まず9という数字ね、先ほど2枚出ていましたけれども、うん、9という数字は、まあ、一桁の最後のね、数字で二桁というね、世界の最終局面ということから、まあ、最終局面とか最終ステージっていうことを表すんですけれども、うん、まずこのワンドのナインっていうカードから見ていきます。このカードには成功という名のゴールを目指すっていうことであったり、クライマックス、最善を尽くすとかですね、まあ、目標の達成っていうことを表すカードで、9まで進んだものを10というね、ゴールまでたどり着かせていきたいっていうことを表すカードになります。うん。まあ、皆様が全員ね、1から始まって9まで進んでいるっていうわけではないのかもしれないけれども、うん、途中まで進んだものをやっぱりゴールまでね、進めていきたいっていうふうなことを表すカードでもありますので、だからこそあなた様とは最後までやり通していきたい。なんかこう中途半端なところでね、あ、ゴール目指せませんでした、途中リタイアとかじゃなくてね、もう一度進んだからにはやっぱ最後までね、こう進み切りたいという、まあそういうね、人だっていうふうに思っていらっしゃるので、だから最後まであなた様との関係というのはやり通していきたいということですね。まあ行くとこまで行って、それで届かなかっただったら、まあこれ仕方ないんだけれども、まあできる限りのことを尽くして、うん、最高の形を目指していきたい相手、うん、っていうのがお相手の方としてはあなた様を、まあ、見た時に思うことですね、うん、そういった存在の人だということですね、うん、途中で無理でしたということですぐにこう切り捨てるんじゃなくて行けるとこまで行きたい、うん、っていうことですね。で、もう一つのカードはですね、こう Begin Now っていうのも出ていて、今すぐに始めるっていうことですね。 Take your first step っていうのは一歩目を踏み出すっていうことで、うん、まあ本当だったらね、まあ早く、まあ次のステージにね、進んでいきたい。まあ今の関係性がお二人どうなのかっていうことはこれそれぞれだと思います。まだお付き合いをしていないんだったらば、次のステージって、まあ例えばお付き合いをしていくとかね、お付き合いをしているんだったら次は例えば何でしょうかね、同棲なのか結婚なのかっていうこともあると思うし、まあ複雑なね、うん、恋愛関係の人なんだったらば、まあ、正式な恋愛関係に、ね、なっていくことまでを望んでいる方が全員とは限らないですけれども、何かこう2人にとっての次のステージへ本当はすぐにね、もう進んでいきたいと、うん、いうふうなお気持ちはあるっていうことですね。ただし、このペンタクルの9っていうカードがこれ逆位置で、これもね、正位置の時にはですね、実りの享受ということで、自分の何かこう努力をしたことですね、うん、が、まあ、実を結んで、ですね、成果につながるっていうことですね。これ、まあ、だから最終局面まで頑張った努力が10というね、ゴールにたどり着いて成果を受け取れるっていうことで、まあ、そうですね。だから、まあ、昇給昇進などの収入増とかですね、期待以上の成果が出るとかね、ビジネス上の幸運が訪れるとか、企画の進展、まあ今まで頑張って企画進めてことが進展するとかね、うん、そういったことを表すんですが、逆位置になるとちょっと努力が実りにくい時期ということで、うん、今ね、無理やりに何かを進めようとするとこう失敗するとかね、もっともっともっとっていうね、今あるこう成果とかね、結果とかを大事にせず、もっともっともっとってがめつくなってしまうと欲によって滅びるとかね、だからこそ今は控えめな行動が吉っていうことを表すカードになります。だから最終的にあなた様と次のステージに進んでいきたいんだけれども、今無理やりに進めるのは良くないと。うん。だからもう少し今はこうちょっと控えめにしながら、もっといいタイミングであったり、二人の状況が整った時に、うん、ゴールを目指していきたい。だから流行る気持ちを抑えながら、ちゃんと確実にゴールを目指していきたい相手があなた様であると、うん、いうことを、まあ、捉えていらっしゃるとか、そういうふうに見ていらっしゃるということですね。うん。では、ですね、次に、お相手の方がこれからする、一大決心がどういったものなのかということですね。こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、1枚目から見ていきましょう。ソードの2というカード、これが逆位置になりました。うん、なるほどですね。
はい、では見ていきましょう。うん、ソードのページっていうカードが正位置です。ソードが出ました。うん。はい、ではですね、3枚目ですね、見ていきましょう。うん、ビューティフルアンケージングっていうカードで、美しき解放というカードも出ましたので、ちょっと見ていきましょう。まずじゃあこのカードから見ていきますが、うん、ソードの2というカード、これ逆位置になりました。うん、でこのカードが逆位置になった時の意味としては、忍耐を強いられるっていうことであったり、精神力が養われるっていうことを表すカードになります。あるいは困難な状況から抜け出すために試練に立ち向かうということを表すカードで、お相手の方ですね、あなた様との関係における、まあ、選択とか決心として、辛いものと辛くないものだったら、辛い方を取るということです。うん。なぜならば、その辛い方の選択を取ることの先に幸せが待っているから。うん。辛くない方の選択肢だったらば、まあ一時的な、これで楽だ、みたいなね。うん、快楽はあるのかもしれない。でもその先には何も得られるものがないから、あなた様との関係においては辛い方の選択肢を取る。ということですね。あるいはしんどい方の選択肢を取る。うん。やっぱり、こう、リスクを取って結果を得に行くっていうような選択をされていく。ということですね。うん、だから例えばあなた様との関係を続けていくか、まあ例えば終わらせるかだったらば、どっちがしんどいか、まあ大変かって言った時に、その大変な方を取るということですね。うん、っていうのがまず一つなのと、でこちらのカードも同じくソードなんですが、ソードのページっていうカード、これ正位置です。うん、でこのカードが正位置になった時の意味として、ですね、人間関係における幸運ということを表すカードであったり、うん、まああとは意図的な行動っていうカードでもあるんですけれども、うん、まあやっぱりあなた様との人間関係における幸運ですね。うん、幸運をもたらす決心をしていくっていうことですね。だから自分だけが幸せハッピーとかじゃなくて、あなた様にも幸せハッピーとね、思えるような決心をしていくっていうことですね。うん。時にそこにはリスクっていうのもあると思います。うん。でもちゃんとこう決心、覚悟を決めて、例えば、まあ先ほどもありましたけどね、やっぱりあなた様との関係を次のステージに進めていくっていうような決心をされていくんだと思います。それが、たとえ大変なことでも。忍耐力がいることでも、うん、決心していくっていうことですね。うん。まあだからちゃんとこう覚悟を見せてくれるようになるということですね。うん。で、こちらのカードですけれども、ビューティフルアンケージングっていうのが出ました。美しき解放ということですね。うん。ようやくね、このハートの鍵穴に鍵を差してくれて、こうハートをね、こう解放するということで、まあ長らくね、ちょっとこうお相手の方が見せなかった本当の気持ちとか本心とかね、うん、そういったものをあなた様に見せて先に進めるっていうことをしてくれるんだと思います。自分はどう思っているのか、どうしていきたいのかっていうね、そのあなた様としては見たかったけれども、全然見せてくれなかったことにちゃんとね、ごめんね、今まで見せれなくてってことで、ちゃんと鍵穴に鍵させてくれて、こうね、ケージに閉じ込められていたものをちゃんと解き放ってくれるようになるということで、だからあなた様もやっとお相手の方のね、本当の、まあ心のこう最深部にあるね、気持ちとかをまあ見ることができて、まあホッとできるのかなということですね。うん。まあそういった流れにはなっていくと思いますので、まあ自分の心のね、まだ見せていなかった部分をまあ見せるということと、二人の関係を進めていくという決心ですね。それをしていくっていうのが出ていました。はい。ではですね、今後お相手の方ですね、とあなた様との関係はどういう方向にね、進んでいくのかっていうのを見ていきたいと思います。では1枚目から見ていきましょう。はい、では1枚目です。うん。ブラザーズ&シスターズっていうカードが出ていて、兄弟姉妹というカードが出ました。なるほどですね。うんうんうん。では2枚目も見ていきます。はい。
2枚目はアクションっていうカードが出ました。行動というカードですね。では3枚目見ていきましょう。ブロークンハートっていうカードが出ました。傷ついた心っていうカードが出ていますので、ちょっと見ていきましょう。ではですね、見ていくと、お二人の関係がどういう方向になっていくかっていうと、ここですね、ブラザーズ&シスターズっていうのが出ました。兄弟姉妹っていうカードです。まあ、お二人の関係っていうのは、まあ、その、なんて言うんでしょうかね、兄弟姉妹チックな恋人関係になっていくんじゃないかと。まあ、むしろそこを目指していかれた方がうまくいくと思います。だから、なんでしょうかね、こう、なんかガチガチのね、恋人彼氏彼女っていうところを意識した、なんかドキドキするようなね、ときめくというような、なんかそういう関係性よりかは、もう本当にこう、お兄ちゃんお姉ちゃん弟妹みたいなね、なんかそういう関係を目指した方がこうすごくうまくいく。そういったね、兄弟姉妹のような関係であれば、どんなね、これ荒波が来ても二人が流されず一緒にね進んでいけているということで、どんな困難にも負けない関係性になっていけるよと、そういった強いつながりとか絆が生まれるよっていうカードになるので、だからね、その、本当にこう兄弟とか姉妹チックな関係性を目指していった方がいい。これあなた様の、まあ、あなた様とお相手の方のポジションによってね、あなた様がどこになるかにもよるんですけども、まあ、例えばお相手の方はお兄ちゃんとね、捉えて、自分は妹に徹するとかね、妹的な感じで、こう、接していくとかね、まあ、逆もしくはお姉ちゃん的な感じに据えて、お相手の方はね、自分は弟チック、まあ、これ逆もそうですけども、なんかね、そこを意識していった方がいいと。結びつきも強くなるし、そういったこう、兄弟姉妹チックな関係になっていった方が、アクションっていうのが出ていて、あなた様からのアクションだけじゃなくてね、お相手の方からのアクションが起こってくるようになる。例えば、あなた様がお相手の方をお兄ちゃんと慕うことによって、お兄ちゃんとして妹を守らなきゃっていうことで、あなた様を守ったり喜ぶためのアクションを起こしてくれる。とかね。まあ、お姉ちゃんっていうふうに慕うのもいいし、逆に、まあ、弟として可愛がってあげることによって、あなた様にね、こう、行動を起こしてくるとか。だから、こういった関係を目指した方が、すごくうまくいくよと、動きもあってね。だからそこを目指していかれた方がいい。っていうことですね。で、あとはここですけれども、こちらのカードですね。ブロークンハートっていうのが出ました。傷ついた心っていうカードになります。だから、何かね、やっぱり、変えないと心がね、傷んでしまうような状況にはなるよっていうことです。ですから、おそらくこれは今の関係性とか今の距離感とか今の接し方を続けていくと心がね、傷んでいくことになるよと。だから、兄弟姉妹チックな関係へとちょっとこうシフトしていった方がいいってことを伝えてくれています。ね、心にピリピリとこう傷がついていますけれども、本当にこう精神的なダメージが蓄積していって、あなた様がもうちょっとこう心がね、ちょっとこうダメになってしまうっていう可能性もあるから、やっぱりここで、まあそのね、これを回避するためにもね、関係性であったり、まあこう接し方っていうのはやっぱこうね、見直していく必要があると。さすがにね、これだけの心の傷が続いてしまうと、二人の関係を続けていこうという、この精神力もこれね、なくなってしまうと思いますから、やっぱりね、これが出たってことは、今のやり方に何か変化とか変更を加えていくときなんだよ、ということだと思いますから、まあこういったね、最終的にお互いの心に傷、お互いの相手の心に傷、あなた様の心に傷、みたいな感じになって、傷同士で、ね、悲しい結末になるっていうのは、これ望んでいないと思うんですね、あなた様自身も。だからそうならないためにも、やっぱりこうね、今からでもいいので、ちょっとずつでもこう関係性をね、ちょっとこう兄弟チックにしていくっていうね、まあ兄弟姉妹チックにしていくと、いうところを意識していかれた方が、いいのかなとは思うので、なのでね、まあここの関係性を目指していく、まあここにこのようなね、関係として進めていけば、ちゃんと動いてもくれるので、
うん、いい方向にはねまだまだ進んでいくお二人の関係だと思います。はいはい、ということで、ですね、最後選択肢のカードを見ていきます。はい、A をお選びいただいた方はこちらでした。モデレーションというカードで、適度というカードになります。うん、このカードが伝えてくれている通り、あなた様に一番今必要なのは適度に何かをするということです。やりすぎてもダメだし、やらなすぎてもダメ、適度に何かをやっていくだけで逆に言うと十分だということです。うん、ということはちょっとね、こうあなた様としては、まあ例えばなんだろうかな、なんかちょっと頑張りすぎちゃう傾向もあるのかもしれないけれども、 100% を出さないといけないみたいなね。でもあなた様がこう適度だなって思うぐらいのレベルでやっていた方が、あなた様がすごく恵まれていったり、これ笑顔にもなっていますからね。うん、やっぱりどこかちょっとこう余力をね残しながら取り組んだ方が、あなた様にも余裕ができて、その目の前のことも楽しめていけると思うんですね。楽しめることで継続力も生まれるし、うん、楽しむぐらいの余裕があることによっていい結果、パフォーマンスも発揮できるということなので、適度に何かをしていく、もうそれを、ね、全てのことに当てはめていっていいと思います。まあ、お仕事も適度にやっていく、うん、で恋愛も本気になりすぎず適度にやっていく、自分のことも、まあ、適度な感じでやっていくとかね、うん、もう本当にうん、そこが一番重要なわけですね。そこのこう、なんて言うでしょうか、自分のエネルギーの火加減の調整が重要なわけです。うん、燃えすぎても途中で燃え、ね、その炎が尽きてしまうから。うん、だからこう適度にやっていくっていうことをちょっとね、意識していただければなと思いますので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、A をお選びいただける、いただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他、現在ですね、オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではですね、リクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、YouTube ではなかなかアップしないようなテーマでのリクエストリーディングなどもやっておりますし、まあ、あとはですね、限定のライブ配信ではですね、皆様と楽しくコミュニケーションを取らせていただいたりですね、あとは YouTube で話さないようなことも話しながら、ざっくばらんにね、和気あいあいと交流させていただいてるんですが、まあ、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツもお届けしておりますので、こちらも興味のある方は動画の下の概要欄、ご覧いただけますと幸いです。まあ、今だったらですね、無料でお試しいただける期間もございますので、ぜひねチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらの Shine from Within というカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人がこれからあなた様にする一大決心とはというテーマで、お相手の方はどんなね決心をされるのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなた様に対するお相手の方の今の心境ですねを見ていきながら、お相手の方はですね、今あなた様のことをどういうね、人であったりどういう存在として捉えていらっしゃるのかっていうこと、そしてお相手の方がこれからする一大決心ですね、まあ、それがどういったものなのかっていうことと、お二人の関係は今後どういう方向に進んでいくのか、こちらもね見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方ですねの今の心境というところから見ていきたいと思います。まあ、どういう心境でねいらっしゃるのかっていうことを見ていきたいと思います。はい、ではですね、カードをシャッフルして、3枚ほどね引いていきたいと思いますので、ではですね、まず1枚目からシャッフルしていきます。はい、では1枚目から見ていきましょう。うん、ペンタクーのクイーンっていうカード、これが正位置になりました。なるほど。では2枚目も見ていきます。はい、では2枚目です。うん、3太陽というカードが出ました。まあ太陽正位置ですね。はい、うん、
では3枚目を引かせていただきます。うん、グッドラックっていうカードですね。幸運っていうカードが出ていますが、うん、ではちょっと見ていきましょう。そうですね、心境としては基本的に明るいのかなと思います。何か悲観する考えとか、なんかネガティブな発想というかね、アイディアを巡らせているっていうわけではないのかなとは思うので、ちょっとまあ見ていきたいと思うんですが、うん、まずはですね、こちらのカードですね、見ていくと、ペンタクルのクイーンっていうカードが正位置です。うん、このカードには育む、育てるっていう意味があるので、うん、何かをね、こう育んでいったり育てていった、その報酬であったり収穫であったり成果を受け取っていると。だから何か成果を受け取る前にちゃんと育て上げていくっていうことを表すカードになります。ですから、あなた様との関係っていうのもちゃんとね、こう育てていこうと、育てていって、まあ収穫をね、得られるところまでちゃんと育てていこうと。で、何かこう収穫とかそういった成果を手にするまで育てるのには時間がかかるっていうことも承知の上で、ちゃんとそれを育てていこうと。あ、時間かかるんだともうめんどくさいし、やめたとかじゃなくてね。うん、たとえ時間がかかってでも育てていきたい。うん。そういう風な心境でいらっしゃるわけですね。だから、まあ、スピード感っていうのも大事かもしれないけれども、まあ、根気よくね、育てていくっていうことも大事だから、それを実践していきたいなっていう風に思っていらっしゃったり、実際にそれをね、育て上げることによって成果を受け取るっていうことから、クオリティオブライフっていうことを表すカードでもあるんですね。ですから、人生の質も上がると、うん、あの妻との関係を育て上げることができたらね、うん。だからそこをやっぱ目指していきたいっていうふうに思っていらっしゃると。まあそういった心境がまずあったり、あとはここですね。見ていくんですが、3、太陽というカードが出ておりまして、太陽っていうのも、まあ、太陽の持つ、まあ、明るさとか、元気さとか、活気、エネルギー、ポジティブっていうことを表すカードでもありますし、あとは繁栄とかですね、発展、満ち足りたひとときということで、うん、あなた様との関係をやっぱ育てていった先に、やっぱこう明るい未来があると、うん、いうことを、まあ、想像していらっしゃるというか、うん、見据えていらっしゃるからこそ、育て上げていきたいっていうふうに思っているわけですね。うん。まだまだあなた様との関係は活気づかせていきたい。うん。まあそういったカードでもあったりします。なので、特になんかこう、あなた様との将来とか、先のことを考えたときに、なんかこう嫌な予感とか悪い発想とか、なんかそういうものを抱いていらっしゃるわけではないかなと思いますし、あとはまあこのカードもそうで、まあ全部本当にポジティブなカードが揃ったかなっていう印象なんですね。グッドラックっていうのも出ていて、まあ幸運っていうカードですね。うん、やっぱり幸運がもたらされてくると、あなた様との恋の先にね、二人が恋を続けていた先に不幸が待っているとかじゃなくて、やっぱ幸運が待っているっていうことを信じているからこそ、うん、続けていこうと思っているし、今よりももっともっと発展させていこうというふうに思っているということですね。うん。で、ここに描かれているのが、まあ、猫ですね。猫がこう王冠をかぶっているわけですけれども、まあ何かこう幸運が訪れた猫なわけですけれども、うん。猫っていうのはどこかこうね、まあ自由気ままにね、こう過ごしている生き物でもあったりするので、規律というよりかはこう自分を大事にしている生き物ですね。うん。まあ、逆に犬っていうのはなんかその飼い主さんのね、こうルールとかしつけに従ってっていうところがあると思うんですけど、猫は結構自由なところがあると思いますから、まあお互いのね、その自由も尊重しながら関係を続けていけばきっとね、明るい方向には進んでいくだろうなっていうふうに思っていらっしゃるので、まあそういったところを大事にしながら、うん、まあこれからも関係続けていきたいなというような、まあそういう心境のようです。はい。では、ですね、次に。お相手の方は今あなた様のことをどう捉えていらっしゃるのかということで、まあどういう人であってどういう存在としてね、捉えていらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思います。ではまた3枚引かせていただきます。では1枚目です。はい、ソードのクイーンっていうカード、これ逆位置になりました。なるほどですね。うん。
では2枚目を見させていただきます。はい、では2枚目です。ソードのページっていうカード、これが正位置になっています。では3枚目見させていただきます。では見ていきましょう。プロテクティッドバイエンジェルスっていうカードで、まあ天使のご加護っていうカードになりますので、では見ていきましょう。そうですね、お相手の方はあなた様のことをすごく高く買っていらっしゃるのかなと思います。すごくまあ評価が高かったり、印象としても全然いいと思うんですね。ただ何だろうかな、そのあなた様の、まあ、才能であったり、実力であったり、能力であったり、それこそあなた様自身であったりを、あなた様が、なんかこう、なんでしょうかね、理解 しきれていないのももったいないなっていうふうに思っていらっしゃるようで、ちょっとどういうことかっていうので見ていくんですが、まずですね、こちらのカードから見ていくと、このカードですね、ワンドのページっていうカード、これ正位置になりました。このカードには、まあ、進むべき道を選ぶ、進路を決めるっていうことで、まあ、それで進路を決めていくっていうカードもあるんですが、その他の意味として、希望に満ち溢れているっていうことであったり、可能性の塊とかですね、あとは将来を有望視しているっていうことを表すカードになります。だから、あなた様を、何でしょうかね、まあ、恋愛的な意味で好きっていうふうに思っていらっしゃるだけでなく、あなた様の、何でしょうかね、人としてのその可能性っていうところにもすごく魅力を感じていらっしゃるようです。だから、その可能性を、なんかもっと活かしたらいいのになっていうふうに思っちゃってるわけですね。だから、まあ、後ほどのカードを見ていくんですけども、なんかその可能性をあなた様が活かしきれていなくて、ああ、もったいないなっていうね、そういうふうにも正直思っちゃってはいらっしゃる。だからすごくあなた様には可能性であったり、才能であったり、ポテンシャルであったりね、能力であったりっていうものがあると、他の人にはないね。だからそこをね、もっともっと磨いていったらいいのになっていうことと、自分もこう引き出せるところでやっぱ最大限引き出してあげたいなっていうふうにも思っていらっしゃるということですね。それを例えば一番近い距離であなた様のポテンシャルとかを最大限にこう開花させていけるようなことができたら、もうなんて嬉しいことだっていうね。まあそういうふうにも見ていらっしゃると。で、ここですけれども、Protected by Angels っていうカードは、これ天使のご加護っていうことで、You are cherished by the angels っていうことで、あなたはね、天使たちに大切に扱われていると、大事にされているっていうことを表すカードで、だからあなた様、お相手の方から見たあなた様っていうのは、ね、バックにこう天使たちが見守ってくれているぐらい、幸運の持ち主でもあるんだから、だからもっとそれをね、こう信用して、なんか思う存分何かをやったり、ね、もっと自信を持ったりしてくれていいのになっていうふうに思っていらっしゃる。でも、当の本人であるあなた様がそこをちょっとこう信じきれていないのがすごいもったいないなっていうふうに思っちゃっていらっしゃるようで、ソードのクイーンっていうカード、これ逆位置です。で、このカードっていうのが、もともと正位置の時っていうのが、冷静沈着っていうことであったり、いいですね。客観的な視野、的確な判断力っていうことであったり、聡明な人物とかですね。あとは上品さ、品格っていうことで、まあ、落ち着いているがゆえのこの品格ですね。上品さっていうのを表すカードです。ですが、これが逆位置になると、冷静さを欠いているということであったり、客観性を欠くということを表したり、まあ、あとはですね、何かこう物事がうまくいかないような不安に駆られている。ね、お相手の方はあなた様のね、才能とか能力もあるし、ね、運も恵まれているっていうふうにね、感じているのに、当のあなた様が、ああ、もう私なんて、俺なんて何も頑張ってもうまくいかないし、みたいな不安に駆られていたり、冷静に自分を分析することができていないところ、そこがもったいないなっていうふうに思っちゃっていらっしゃる。そんなことないのにと。だから、お相手の方はもっとあなた様にですね、自分自身のことを、何でしょうかね、もっと好きになったり、自信を持ってほしいと。
いうふうに思っていらっしゃる。その方があなた様の魅力がもっともっとね引き出されるのになっていうふうに思っていらっしゃるから、実際に、自信を持っていくっていうことをしていかれた方がいいと思うんですね。何かで、つまずいた経験があったりね、どこかこう、まだ自信を持てない理由っていうのは、あなた様の方には多分あるんだと思うんだけれども、そこをね、ネガティブなことを気にせずにもっとね、ポジティブに考えていいよと、いうふうに思っていらっしゃるようです。では、あなた様に対してこれからお相手の方がする一大決心がどういったものなのか、こちらもですね、次に見ていきたいと思います。では、1枚目から見ていきましょう。はい、では1枚目です。ソードの9というカード、これが正位置になりました。なるほど。では2枚目を見ていきます。はい、では2枚目です。ワンドの10というカードですね、これは逆位置で出ました。はい。はい、ではですね、3枚目見ていきたいと思います。ロイヤルユーっていうカードで、高貴な自分っていうカードが出ましたので見ていくと、そうですね、出た結果からお伝えしていくと、まずあなた様との関係を進めるというよりかは、何かこうあなた様を、なんかこう一緒に変えていくっていうことに全力を費やそうと、そういう決心をするようです。出ているカードとしては、あなた様の悩んでいることを解決してあげて、あなた様をめちゃくちゃ自信のあるようにしていきたいっていう、なんかこうあなた様の構造改革みたいなね、なんかそういったことをしていく決心をするようで、というのはまずここのカードが出ているんですが、ソード9っていうカード、これ正位置です。で、このカードっていうのが、正位置の時はなんかね、こう、手で顔を覆ってる人が描かれていますけれども、そのことから何かこう、深刻な悩みを抱えているとか、将来への不安とか、あとはですね、憂鬱な出来事、なんかこう、考えるだけでこう、憂鬱になってしまうような出来事も抱えているっていうことであったり、先々への恐れ、なんか先のことを考えちゃうと怖くなってしまうような状態ですね、を表したり、精神的なダメージっていうことを表すカードであったり、マイナス思考にとらわれているっていうね、ことを表すカード、あとは引きこもりスランプっていうね、とにかくネガティブなキーワードが並ぶカードなんですが、もし今あなた様がそういう状況に陥ってしまっているんだったらば、その状況から、例えばマイナス思考から ポジティブ思考にね、プラス思考にをできるような人にこう変えてあげたいなっていうことですね。スランプに陥っているんだったら、スランプから抜け出させてあげたいな。憂鬱になるような出来事とか悩みがあるんだったら、それを一緒にね、こう解決してあげたいな。それをしていく決心ですね。二人の関係を進めるのは、それができた後に起こせるものだから、だからまずは一緒になって、例えば二人三脚になって、あなた様の抱える悩みとかを一緒に解決していこうという決心をされていくということです。これもそうです。ワンドの10っていうカード、これ逆位置で、このカードも逆位置になった時の意味としては、問題の長期化とか悪化っていうことであったり、油断できない状況とかね、あとは、報われぬ思いっていうことを表すカードで、やっぱりね、その先にあなた様が悩んでいるものを解決しないといけないと思っているのは、ここをほったらかしにしたまま二人の関係を進めようとしても、結局それは報われないものになってしまうから、だから先にあなた様が悩んでいたり、こう悲しんでいたりね、不安に思っているような問題を一緒に二人三脚で解決していこうと、いうふうに考えていらっしゃる。それは、あなた様との関係をちゃんとね、実っていったり報われるものにしていきたいからっていうことですね。だから長く続いている、あなた様がずっとこうね、長く抱えている問題とかね、以前に比べて悪化している問題を一緒に解決していくっていうね、そういった決心をしていくようです。あなた様にね、
そっちの問題やからそっちで頑張りやみたいな感じじゃなくてね、うん、一緒にこう頑張っていくということですね、うん、でそれを無事に解決して The Royal You っていうのはこれ高貴な自分ということで、自分のことをもっと高貴に、うん、だから今よりもあなた様自身の自己評価をこう上げていきたいということですね、うん、お相手の方はあなた様のことで評価しているんだけれども、あなた様のその自己評価がやっぱ低いと、うん、思っていらっしゃるから、ちゃんとあなた様自身も自分のことを高く評価できるように変えていってあげたい、うん、っていうふうに思っているから、それをこう一緒に実現していくっていう決心をしていくようです、うん、では今後お二人の関係はどういう方向にね進んでいくのかっていうのを見ていきましょう。はい、では1枚目です。うん、ハッピーソーツっていうカードで、幸せな思いっていうカードですね。幸せな考えっていうカードでもあるんですが、幸せな思いというカードが出ました。では2枚目も見ていきましょう。はい、ではですね、2枚目見ていきます。うん、グレイスっていうカードが出まして、優雅っていうカードですね、うん、では3枚目見ていきましょう。はい、3枚目です。うん、大天使アリエルっていうカードが出ました。あー、なるほどですね。うん、ちょっと見ていきましょう。お二人の関係が、まあ、どういう方向になっていくのか、まあ、最終的な局面としてのカードからちょっとお伝えしていくと、大天使アリエルっていうカードです。このカードの意味としては、親密さ、創造性ということで、創造性というのは作り出すっていうことを表しますので、親密な関係が作り出されていくよっていうカードになります。あとは、このカードの意味、ね、この色としてオレンジ色がですね、描かれていると思います。オレンジ色。で、オレンジ色の持つイメージとして、家庭的とか元気、はつらつとか、ほがらかとか、温かさっていうことを表すカードでもあります、あ、色でもありますから、そういった関係性へと進んでいく。だから、すごく家庭的な関係になっていたりね、うん、すごくほがらかな、ですね、温かい関係性になっていくというですね、まあ、そういった方向性も伝えてくれています。じゃあ、こういった、まあ、親密な関係にね、二人の関係が進んでいくためにはどうしたらいいのかっていうと、ここですね、グレイスっていうのが出ました。優雅というカードになります。優雅に、まあ、湖を泳ぐ白鳥のような、まあ、優雅さを出すことができれば親密な関係になっていけるということですね。ですから、まあ、ここでね、先ほどありましたけれども、お相手の方、あなたを変えていく手伝いをしていくっていうね、うん、まあ、そういったことがありました。まあ、そういったお相手の方のサポートとかね、を受けながら、あなた様が少しずつこう、自分自身にね、こう、まあ、自信を持つことができたりだとか、うん、自分の評価をね、上げる。まあ、だから自分を責める感じをなくしていくっていうのもね、自己評価を上げていくには重要なことですし、うん、まあ、そういったね、こう、内面の改革っていうのがね、行われていって、このね、白鳥のように優雅になれれば、この白鳥というのは優雅に泳いでる部分がね、こう人にはよく見られているんだけれども、この水面下では結構足をバタバタバタってしているわけですね。でもそこっていうのは人に見せていないから優雅っていう印象を持たれているわけです。ですので、あなた様自身もですね、例えばこうバタバタバタってね、こう動かしている足のようになんかこうね、ちょっとこうざわついてしまうことであったり、不安になってしまうことであったり、まあ動揺してしまうことがね、あったとしても、それをね、こう、お相手の方にね、あまり見せないようにしていく。まあ、お相手の方に限らないかもしれないですね。人に見せないようにしていくと、うん。お相手の方との関係にいい流れが起こるようになる。逆に、こんだけ足バタバタさせてますっていうことを、ね、この動揺していることとか不安に思ってるんだから、これ気づいてよみたいなね、そっちをアピールしちゃうと、なかなか、うん、いい流れにはなってこない。うん、そこの部分というのはね、まあなるべく人に見せないようにしてね、動じないような姿というか、まあ常にね、こう一定のなんかこう優雅さみたいなところをね、うん、意識していくと、ハッピーソーツっていうのが出ていて、あなた様がこうね、考えているこの幸せになる上でのこう発想ですね。
例えばまあお相手の方とどこどこにデート行っているとかね、こんな、なんでしょうかね、こんな夏を過ごしている、こんなクリスマスを過ごしているとか、なんかそういうね幸せなイメージってあると思うんだけれども、それが叶うようになっていくってことなんですね。叶うようになっていく先にここですね、親密な関係が待っているよと、だからそういう方向に進んでいくわけですね。だからそのためには、まあ、これからお相手の方と一緒になりながらこうね改革していきながら、こうバタついているところはなるべく見せずに、落ち着いたところをねこう見せていくようにすれば、幸せな出来事がこう一個、またそして一個起こってくるようになると思いますから、だからそういうふうにね良い方向に進めていけるね流れになっていくよと。ただそれは何も努力せずしてなるものではないから、しっかりと努力をしていくっていうことも大事だよっていうことを伝えてくれていますので、ちょっとねそこを意識していただけるといいかなとは思います。はいはい、では最後選択肢のカードを見ていきます。こちらですね、 B を選んだ方はこちらで、 Shine from within ということで、内側から輝くということで、まさに今回のね、内容を集約したようなカードかなと思います。やっぱりね、内側から輝くようになっていくことで、あなた様にねたくさんの幸運であったりね、願いがこう訪れるようになっていく、願いが叶うようになっていくっていうことですね。だから磨くべきなのは外側ではないということです。まあもちろん外側もね磨いていくことでこう自信につながるっていうことがありますから、まあ全然外を磨かなくていいっていうわけではないのかもしれないけれども、とにかく内側が輝いていくようにしていくのが大事だっていうことです。内側ってのはいわゆる心のことですね。心が輝くためにはやっぱり自信を持てなきゃいけないと思うし、自分のことを好きになっていくっていうことも必要だと思います。ね、やっぱ内側が輝いてこそ、その内側の輝きがやっぱその外面にもこれ出てくると思いますから、ですからあなた様の今回のやっぱテーマとしては、内側から輝いていくようになる、なっていくということですね。決して今のあなた様がね輝いていないっていうわけではなくて、輝いているっていうことを多分自覚できていないだけだと思うんですね。まだね、自分の魅力に気づけていない。他の人がこうね、すごく評価している自分の魅力に気づけていないとか、才能に気づけていないとかね、能力に気づけていないとか、もっと上には上がいると思って自信を持てていないとか、なんかそういう状況になっているだけなんだと思うんですね。だからあとはそこをね、自分自身がどれだけ認めてあげられるか、自分のことをね、っていうのが鍵となってくると思いますから、内側から輝いていくってことをちょっとテーマにね、していただけるといいかなと思います。ということで B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではですねリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、YouTube ではなかなかアップしないようなテーマでもリーディングさせていただいたり、現でライブ配信ではですね楽しく皆様とコミュニケーションを取らせていただいたりいいですね、YouTube で話さないことをね話しながらざっくばらんにですね和気あいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツなどもお届けしているので、こちらも興味のある方は動画の下の概要欄に詳細記しておりまして、現在ね無料でお試しいただける期間も設けておりますので、ぜひねチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのアバンダンスというカード、もしくは C を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人がこれからあの妻にする一大決心とはというテーマで、どんなね一大決心をされていくのか見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですねお相手の方の今の心境というねところを見ていきながら、お相手の方は今あなた様のことをどう捉えていらっしゃるのか、どういうね存在であったり、どういう人物として捉えていらっしゃるのかっていうことと、お相手の方があなた様に対してこれからする一大決心というのがどういうものなのかっていうのを見ていき、今後お二人の関係はどういう方向に進んでいくのかっていうのもですね見ていきたいと思います。はい、
ではですね、まずはじめにですが、お相手の方のですね、今の心境というところから見ていきたいと思います。どんなね、心境でいらっしゃるのかということで、カードシャッフルして、まあ、3枚ほど引きながらですね、お相手の方の心境を見ていきたいと思います。ではですね、まずはシャッフルして1枚目から見させていただきます。はい、では1枚目から見ていきます。はい、では見ていきましょう。うん、ペンタクルのページっていうカード、これが正位置で出ました。うん、はい、では2枚目です。うん、ワンドのエースっていうカード、これが逆位置になりました。うんうん、では3枚目見させていただきます。はい、では3枚目です。うん、Boundaries っていうカードが出ていて、境界線というカードが出ました。うん、ではちょっと見ていきますが、そうですね、ちょっとまあ出た結果を見ていくと、お相手の方、今何かこう、危機感をですね、感じていらっしゃるんじゃないかというのが出ているので、うん、ちょっとね、このあたり見ていきたいと思うんですが、まずこちらのカードからお伝えしていくと、ペンタクルのページというカードになります。このカードには、キャリアを積み上げていくっていうことであったり、経済的な問題を解決するっていうことを表したり、望みのものを手に入れるためのプランを立てるっていうことを表すカードになります。うん。あるいは、まあ、冒険するのは避けたいけれども、成果を得たいっていう意味のカードでもあるんですが、まあ、このカード、まあ、何かね、こう、コインのようなものをキャッチしていますけれども、今はね、何かこう、成果を手にしていくべきなのではないかっていうふうに思っていらっしゃるということですね。ですから、今はプライベートであったり、例えばそれこそ恋愛っていうものを頑張る時期というよりかは、仕事、お仕事であったり、勉強であったり、まあ、あるいは、まあ、ね、お相手の方ご自身が抱えていらっしゃる、まあ、経済的な問題ですね。うん、例えば、まあ、借金とかね、そういったものもあるかもしれないし、支払いでね、滞っているものをちゃんと払っていくとか、ね、まあ、ちょっとこう、収入が下がってしまったことに対して、こう、挽回していくとかね、うん、昇給昇進のチャンスを逃してしまったとかね、まあ、それこそ、まあ、学業面で言うならば、まあ、受験とか進路のこととかね、就職活動とか、なんかそういうことを今頑張っていく時期なんじゃないかと、そこを頑張っていかないと、すべてが、なんかこう、ダメになってしまうんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃっていて、ワンドのエースっていうカードがこれ逆位置です。このカード、もともと正位置の時には、ですね、やる気、モチベーションの高まりっていうことであったり、エネルギーに溢れた状態、まあ、すごくエネルギッシュな状態ですね、を表すカードであったり、あとはですね、願望であったり、目標に向けての第一歩を踏み出すっていうことを表すカードになります。ですが、これが逆位置になると、自分の希望としているものが、実現しないのではないかという不安を抱くっていうことであったり、やることが無駄になる、なってしまうことへの恐れですね。うん。あとは、まあ、うまくいかない恋愛っていうことで、今ね、例えば、まあ、お仕事とか、勉強とか、まあ、お金のことを頑張らないと、恋愛もうまくいかなくなってしまうんじゃないか。やばい、やばい、やばい、じゃあ、仕事頑張ろう、勉強頑張ろうね、お金のこと頑張ろうっていうような、まあ、そういった危機感を感じていらっしゃる。うん。だからこそそういった経済活動であったり、まあ勉強とかお仕事のことを頑張るために、今ね、ちょっとこう自分自身が結構こう誘惑に流されやすいなのか、流されやすい、まあ人間だと分かっていらっしゃるからなのか、このバウンダリーズっていうのが出ていて、境界線っていうカードが出ました。うん。ね。誘惑に流されない自分の周りに境界線を引いて、もう一つのことに集中できる環境を作らなきゃ、みたいなね。うん。なんかそういう状態を表すカードになります。うん、
なんかまあこれ皆さんもね多分経験されたことあると思うんだけども、例えば学生さんの時のね、もう試験が勉強試験が近づいていますと、もうこれ勉強しなあかんっていう時に、例えばまあ近くに漫画とかですね、携帯とかっていうのがあると、ついついねやっぱそっちにね意識が向いちゃうから、もうそれをねもう一切自分の視野に入らないようにしていくみたいな、なんかそういう感じでこうちょっとこう境界線を引いていると。うん、だから今あなた様に対してなんかこう一線引いたり、なんかこう壁を作ったりね、していらっしゃる理由としては、あ、ダメだダメだ、今そっちに流されてしまったらちょっと自分の状況がやばくなってしまったり、あんさまとの関係もうまくいかなくなってしまうから、もう心を鬼にして今線を引いているわけですね。それぐらいちょっとこう危機感を感じて、集中しなくちゃいけないことに集中しようと思っていらっしゃるようなので、だいぶまあうん、まあ危機感っていうところにもようやく火がついたっていう人もいるのかもしれないけれども、うん、ちょっとこう焦ってはいらっしゃるような心境のようです。うん、これ以上ちょっとこうねほったらかしにしてはダメだということでね。うん、はい、ではですね、次に、ですが、お相手の方はあなた様のことをどう捉えていらっしゃるのかっていうことで、まあどういう人物であったり、どういう存在としてね捉えていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。はい、では1枚目から見ていきます。はい、では1枚目です。ソードの8っていうカード、これが正位置になっています。うん、なるほど。では2枚目を見ていきましょう。はい、では見ていきます。うん、ペンタクルの4っていうカードが出ました。まだペンタクルのカード出てきましたね。うん、では3枚目も見ていきましょう。では3枚目です。クロッシングブリッジズっていうカードで、橋を渡るっていうカードになります。うん、なるほど。そうですね、出ている結果とするならば、あなた様の存在っていうのはどういうふうに捉えているかっていうと、今何か頑張るべきことを頑張った後にご褒美的に会っていい人、関わっていい人みたいな感じに思っていらっしゃるのかなと思います。うん、逆に言うと今はやらなければいけないことがある中で、何でしょうかね、こう関わってはいけない人みたいな、関わってはいけない人っていうとちょっとこう語弊があるんだけど、さっきのねそのちょっとこう勉強の話でいくと、うんね、それこそスマホとかね漫画っていうのは本来好きなわけです。でも今勉強ということをしなきゃいけない時においては最大の誘惑でもあるわけですよね。うん、だからそういった意味であなた様のことは好きなんだけども今は関わっちゃいけない人みたいなことを感じていらっしゃっていて、だから何か勉強を頑張った末でのテストを終えた後でのご褒美的な感じであなた様のことを思っていらっしゃるようで、それがここにまず現れています。ソードの8っていうカード、これ正位置です。でこのカードっていうのが手を縛られていて目隠しもされていて、四方八方剣に囲まれていて、後ろはねもうね戻れないようにこう通せんぼされているということで、これ八方塞がりとか四面楚歌、行き詰まりっていうことであったり、まあ身動きが取れないとか、まあ制限制約があるとか、まあ自由がないっていうことを表すカードになります。うん、でその中で今はあなた様に対してこれぐらいしてでもですね動いてはいけない人って思っていらっしゃるわけです、あなた様に対して。うん、ついついあなた様にこう動いてしまうと本来頑張らなきゃいけないことをほったらかしにしてしまうから、もう今は何が何でも動いちゃいけない、だからテストが終わるまではもう漫画は禁止、スマホは禁止みたいな感じで、本来好きなんだけどもあなた様に今動くことは禁止っていうふうに思っていらっしゃる。うん、でもそれぐらい逆に言うと好きなわけですけどね。うん、あなた様のことは、であなた様への動きっていうのを一切禁止してやるべきことをやったらご褒美的にね、うん、会っていきたいなとかね、それこそ関係を進めていきたいなっていうふうに思っていらっしゃっていて、
ペンタクルの4っていうカードが出ました。何か頑張った結果この成果をこう手にしたわけですね。そのことから経済的な安定とか安全を手にするっていうことであったり、生活の基盤を得るとかですね、あとは物心両面で満たされるっていうカードですね。まあ物心っていうのはまあ物質的なところと、まああとは心ですね。まあ物質的なところ、まあお金であったりお金で買えるものがまあ揃って心もまあ満たされていくみたいな状態ですね。だから頑張った結果満たされるような状態になったら、ようやくそこで漫画解禁、スマホ解禁みたいな感じで、まあテレビ解禁、ネットフリックス解禁っていうことかもしれないですけども、そんな感じであなた様にね、こうようやくこう会えるということで、それがここになります。クロッシングブリッジズっていうのが出ていて、橋を渡ると。いうカードで、まあ橋を渡った先にね、あなた様がいるわけですけども、ようやくそこに行けるっていうことなんですが、It's time for healing, connecting, mending and releasing っていうことで、今こそ回復させたり、繋がったり、mending っていうのはまあ改めるっていうことですね。で、releasing っていうのはなんかこう解放されるっていうことで、ようやく頑張るべきことを頑張った後に、あなた様との関係を癒していたり、また繋がっていたり、ね、ちょっとこう、まあ、それこそ我慢している間にね、ちょっとこうできなかったこととか、まあ、ストレスを与えてしまったことを改めていったり、まあ、自分自身をね、制限から解き放っていくと。だから本当はまあ大切であったりね、好きなものなんだけども、今はあなた様の存在を我慢しなきゃいけない、そういうふうに捉えていらっしゃる。だから本当は必要で楽しいし、やっぱ好きなんだけれども、逆に今はちょっとこうね、やらなければいけない時においては、あなた様の存在がってちょっとお相手の方にとっては誘惑になっちゃってるから我慢しているみたいな、そういったところがあるようです。はい、ではですね、次にですが、お相手の方ですね、あなた様に対してどんなね、一大決心をするのかっていうのを見ていきたいと思います。では1枚目から見ていきます。はい、では見ていきましょう。マジシャン、魔術師っていうカードが出ました。正位置で出ましたね。なるほど。では2枚目も見ていきましょう。はい、では2枚目です。ワンドの2というカードですね。これが逆位置になりました。では3枚目見させていただきます。はい、では3枚目です。ビヨンド・ディ・オーディナリーというカードで、普通を超えていくっていうカードになりますので、では見ていきましょう。はい、ではですね、まあ、どういう決心をするかっていうと、あなた様の望みを叶えていく存在になるという決心をするようです。なので、見ていくんですけれども、まずですね、こちらですが、マジシャン、魔術師っていうカードが出ました。魔術師というのは、いわば魔法を使う人です。魔法を使うことによって現実を変えることができたり、望みを叶えられるっていうことで、それをしていきたいと思っていらっしゃるわけです。あなた様にとっての魔術師になりたいわけですね。あなた様の望みを叶えたり、あなた様との現実を変えていける人物になりたい、なっていくわけですね。自分があなた様の人生を変えてあげるよ、変えていくんだっていう決心をしていくっていうことですね。だからついてきてねっていうようなことですね。で、次このカードを見ていくんですが、ビヨンド・ディ・オーディナリーっていうのは、普通を超えていく、まあ、常識を超えていくっていうことなんですけども、もしかすると今お二人の関係っていうのはね、まあ周りの人からすると、いやそれ普通に考えて無理でしょうとかね、いやいやもうちょっとこう冷静に考えたら別の人がいいと思うよとかね、なんかこうね、世間一般の感覚とか普通とか常識とかっていうね、そういうこう物差しで測られて、そこでなんかこう無理なんじゃないかとか、やめときとかね、なんかそういうこう否定的な意見とかね、まあ批判をちょっとこう食らっているような状況かもしれません。
で、それもお相手の方も、まあ、うすうすやっぱ感じていたり、まあ、お相手の方もね、周りの人から、まあ、普通それダメでしょっていうふうにね、言われていたりもするのかもしれないけれども、なんかね、それをこう、覆していきたいっていうのもあるようです。うん。周りの人はなんかこうね、とやかくごちゃごちゃ言ってくるけれども、うん、それをこう、もうね、ギャフンと言わしてやるんだみたいな。うん。それをちゃんと自分があなた様の望みを叶えていくことで、そのね、常識とかっていうのは通用しないぞみたいなね、うん、なんかそういうふうに言う、まあ言い返せるようなね、まあ、別にそこに言い返すことが目的なんじゃないんだけれども、うん、周りの人たちがこうね、まあたとえどんなことを言おうとも自分たちはこうね、望みを叶えていく、うん、そのために自分が叶えていくそのなんでしょうかね、叶え人みたいな風になっていくっていうことを決心していかれるようです。うん。で、こちらのカードですけれども、ワンドの2っていうカード、これ逆位置です。で、このカードっていうのは、もともと正位置の時に目標を設定するということで、何かこう一度立てた目標を達成するべく現実をね、こう目標へと近づいていく、努力をして、現実を目標へと近づけていくっていうカードになります。ですが、逆位置になると、目標はね、まだあるんだけれども、なかなかこう目標に向けて近づけない足止めを食らうような状況っていうのを表すカードになります。例えば、まあ、ハプニングとかね、突然の変化とか予想してなかったアクシデントが起こることによって、なかなかこう目標に向けて近づけなくなってしまっている状況を表すんですが、それをも、やっぱりこうね、逆転していく。ね、何かこう、例えば岩みたいな障害物が立ちはだかるんだったら、それをこう取り除いていけるようなね、そういったこう、人になっていきたい。うん。一緒にどんなね困難があろうとも、もしね、まあ立ち止まることがあったとしても、どんな困難が来てもこう乗り越えていけるようなね、うん、なんかそういった関係にしていくという決心もしていかれるようです。だから何があってもやっぱりね、あなた様との関係は叶えていくというような、うん、そういう決心をしていくということですね。うん、まあ、そのための力をね、備えるためには、あ、ダメだダメだ、今恋愛をしているというか、もっと自分に力を備えなきゃっていうことで、まあ危機感を感じて今力を備えようとしていらっしゃるんだろうだと思います。はい、では最後ですね、お二人の関係はこれからどんな方向に進んでいくのかっていうことですね。こちらも見ていきたいと思います。では1枚目から見ていきましょう。 Believe in yourself っていうカードで、自分を信じるっていうカードになります。では2枚目見ていきます。はい、ではですね、2枚目見ていきましょう。ヒーリングっていうカードが出ました。癒し、回復っていうカードですね。はい、ではですね、3枚目見ていきましょう。はい、では見ていきます。大天使ラファエルっていうカードが出ました。うん、なるほどですね。はい、ではですね、見ていきます。うん、まずはですね、ここですね、はい、見ていくとヒーリングっていうのが出ました。癒し、回復っていうカードになります。うん、まあ今ね、お二人の関係がどういう状況なのかっていうのは、これ人それぞれだと思うんだけれども、やっぱりね、ちょっとこう良い時の状態に比べると、まあやっぱりこう傷つくことが多くなってきたり、ちょっとこうね、勢いがちょっと衰えてきたりだとか、まあちょっとこうね、ガチッとこう固まっていたなと思ってて、関係がちょっとグラグラね、ちょっとこう揺れてくるような、揺らついているような状況になっているかもしれないけれども、まずそれがね、良い状況へとこうね、回復していくと、それこそ最初に見ましたけれども、今ね、お相手の方があなた様にね、線を引いた壁を作ったりっていう状況で、なんかこのままね、こうもうね、2人が混じり合うことはできないのかなっていう不安とかもあると思うんだけれども、その境界線とかもね、もう一生惹かれ続けるわけじゃなくて、ちゃんとその境界線はまたなくなっていくと、ね、いうことですね。うん、
まあ、ボーダレスになっていったり、壁もね、今はこう気づかれているかもしれないけれども、壁も取り壊されていくようになるということです。で、二人がまたこうね、しっかりと結ばれていて、関係性自体も修復していく。でもそのためには、ここですね、見ていくと、Believe in Yourself っていうカードで、自分を信じる。まあ、今回で言うと、自分たちを信じるっていうことだと思います。ね、お二人のつながりを信じていることによって、その回復が起こってくるよっていうことです。うん。あるいはお相手の方自身を信じてあげるということ、ね、疑うんじゃなくて信じてあげるということですね。線引いてきたっていうことは、なんかこうね、そのこっちには線引いてきたけど、誰か他の人にはね、なんかすごく甘く接して、なんか他の人と関係持ってるんちゃうかみたいなね、なんかそういう疑いとかじゃなくて、ビリーブの感情をやっぱ抱いていくっていうことが大事。あ、今は二人の関係のために、これに集中するために境界線を引いてくれているだけなんだなっていうね、そういったこう疑いとか疑念っていうものを信頼とか信用というものに変換していくということ、それをしていってちゃんとこう二人のつながりを信じていけば、ちゃんと回復はしてくるよっていうことです。うん。で、どう回復していくのかっていうと、このカードですね、大天使ラファエルっていうカードが出ました。このカードにはですね、愛、思いやり、優しさっていうカードが、意味が含まれていて、その愛とか優しさとか思いやりというね、この優しい波動に包まれた大天使がこちらを見てくれているということで、まあ、愛とか思いやり、優しさが注がれるようになるっていうカードになります。ですから、アンス様に対して、今は境界線を引いていると思うんだけれども、またね、ちゃんと愛を見せてくれたり、優しく接してくれたり、思いやりを持った対応をしてくれたりだとかね、そういったことになっていく。だからやっぱりこう境界線とかがなくなっていくということですね。うん。で、二人のつながりが回復していくようになるよっていうことなので、うん。だからまあこう引かれた線を無理やりこう越えていく。っていうことをしないようにね、ちょっとこう今作っていらっしゃるお相手の方の壁をボガーンってね、こう壊していかない、うん、単独でベルリンの壁をこう崩壊しないようにね、うん、していくっていうことが大事。そこをね、強行突破してしまうと、この愛とか思いやり、優しさをこう注いでもらえるような流れっていうのはこれ来なくなっちゃうと思うので、うん、なのでちょっとね、今はこうお相手の方のシータ、まあ、線に従っていった方がいいと思います。そうしていけば、これ38っていうのが出ていますから、まあ、38にまつわるタイミングで、また愛をね、かけてくれるようにはなるのかなと思います。うん。まあ、例えば38日後、ちょっとま、中途半端ですけども、約40日後にはですね、まあ、40日以内っていうことかもしれないですけども、またね、愛を注いでくれるようになったり、まあ、場合によってはこう38歳になられた時っていうことかもしれないけれども、これは全ての方ではないので、うん、まあ、38日以内っていうところがね、まあ、大方、まあ、そうかなと思うので、うん。いや、ちょっとその38日、中途半端ですけどね、うん、まあ、数字ではありますけれども、その間はちょっとこう、お相手の方に何かこう、自分のことに集中させてあげるっていうことをした方が、最終的にあなた様にもメリットが大きいと思いますので、うん、参考にね、していただきますと幸いです。はい。はい。では、ですね、最後選択肢のカードも見ていきます。C を選びいただいた方のカードはこちらで、アバンダンスっていうカードになります。豊かさ、豊富っていうカードになります。うん。ですので、今、あなた様にとって大事なのは、あなた様の身の回りを今は豊かにしていくということです。うん。何か豊富にしていくということですね。うん。だからちょっとやっぱこう欠乏していたり、物足りないみたいな状況であると、うん、やっぱり心も満たされなくて、うん、逆に心が満たされないっていうことがこう際立ってしまう、うん、だからまずは自分自身のね、うん、身の回りだけでもこう豊富にしていったり豊かにしていくっていうことが大事で、うん、だからね、その別にあなた様は今自分自身に何か制限をかける必要はないと思います。これをしちゃダメ、あれをしちゃダメとかね、そういったことをしてしまうと、ああ満たされていない、ああ豊かじゃないね、こんな暮らし嫌だ、こんな人生嫌だ、みたいなね、嫌だ、嫌だ、嫌だ、みたいなとこばっかりが気になっちゃうと思うので、ね、うん、だから全然自分に対してね、少しでも、まあ、ちょっとこう甘くしてもいいと思うし、うん、なんかこう、あの妻が豊かになれるようなことをやっていいということです。ね、好きなことを今思い存分やってもいいと思うし、ストレス発散のために時間作ってもいいと思うし、うん、なんかね、こう、もっとこう、自分を豊かにしていく。ね、自分が豊かにならないと、誰かを豊かにするっていうこともこれできませんから、まずはあなた様自身を豊かにしていくっていうことを意識していただけたらなと思いますので、参考にしていただけると幸いです。
はい。ということで、最後 C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではですね、リクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね。まあ、YouTube ではなかなかアップしないようなリクエストのテーマをリーディングさせていただいたり、あとはですね、限定のライブ配信ではですね、皆様と楽しくコミュニケーションを取らせていただいたり、まあ、YouTube で話さないようなこともね、話しながらザックバランとね、和気あいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理について解説したコンテンツなどもお届けしているので、興味のある方はこちらも概要欄に詳細記しておりまして、現在ですね、まあ、無料でお試しいただける期間も設けておりますので、よかったらね、ちょっとでも覗いていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。